ここはシンガポール。国際金融の中心地として経済成長を続け、世界中からマネーが集まるこの国から突然クイズを出そう。絶対お笑い、お色気、お賃金、地獄。地獄とかお好き？いや好きじゃないです。ところで中国系のシンガポール人たちの間では地獄が信じられている。仏教や儒教の教えに根ざしたその地獄で、死んだ者たちは生前に犯した罪によりさまざまな罰を受け苦しみ続けると言われているんだ。地獄からおクイズ。シェリーさん、はい、地獄に落ちるの嫌？嫌です。いいこと教えてあげる、うん、年老いた母親にあることをすれば地獄に落ちないっていうの。え？なんだと思う？年老いた母親に何かをしてあげればいいんですか？住みやすいお家を買ってあげる。三村くん、なーに？もう分かりました、これ。おんぶ。はい、大竹くん、はい、答えて。やっぱ年老いた母親ですから、肉を与えるんですよ。肉を与える。肉大事ですよね、多分。肉。正解は母乳を飲ませる。たとえ赤ちゃんが泣いててもまず目上の人を救うという儒教の教えから来ているの。天国に行くにはおっぱいよ。にこやかなアーロンさんはそんな地獄からやってきた人々を迎えるプロだ。 So at this moment they were being released out from the hell to the world. So my job is that this monthmy client will engage me to run a variety show, the Good Time. ハングリーゴーストとは、中国系シンガポール人が夏に行う死んだ者たちを賑やかに迎える伝統行事だ。日本の盆踊りに似ているが、地獄で苦しんだ死者をひとときでも楽しませようと最近では派手にショーアップされている。そんなイベントを手掛けるプロモーターがアーロンさん。I think you can speak very well. Go on stage to help my MC to co-host. お仕事はいわパフォーマンス。そのステージに日本人が立つのは初めてだって。ショーのために見てほしいものがあるとアーロンさんはマヤを自宅へ。12階建ての高段の6階。お邪魔します。アーロンさんの2人の息子とこちら奥様。美しいユエンさんは上海生まれの現役シンガー。ハングリーゴーストのショーに出演したのがきっかけで結婚したそうだ。約束だね。He always work very hard. I will can get more money. Just him.38歳にしてシンガポール最大手のイベント会社を経営。年収は700万円。自宅は広々 4LDK。 そのお値段は4900万円。はあ、広いですね。明るい。奥様はお料理をよくされるんですか？ No, we normally is my maid who do the cookingメイドさんがいらっしゃるんですか？シンガポールでは中流以上の家庭の8割がメイドさんを雇っている。家事や子供の世話を任せることで夫婦共働き率は 75%。 アーロンさん一家もその一つ。そしてアーロンさんが見せたかったものは明日のステージ衣装。奥様がマヤの衣装を選んでくれた。どんな衣装で何をするマヤ。ショーが始まるのは夜7時。特設会場にはすでに多くの皆さんがメインイベントの開演を待つ。その裏でアーロンさんはマヤにある人物を紹介するという。ナイスミーチュー。なんだろう、誰と思うなかれこの方は Going to watch his curtain.
です。わあ、本当ですか。お顔は笹野高史さんだが、タレント、司会者、俳優としてシンガポールで知らない人はいない大スター、ワンレイさん。例えるなら、シンガポールの高田純次。You must give people laugh. あははは、シェーゴ、ホンパオ。地獄で苦しみ抜いてきた人々を大笑いさせること、それがショー最大の目的。 No script, no leadership。 怖い、その場で。 Live。 わかりました、どうぞよろしくお願いします。 本番7分前、ステージ裏では死者たちを無事に迎える最後の祈り。こうして迎えた死者たちのため、客席最前列は特別席。ここに地獄からやってきた死者が座るからだ。そして7時、ワンレイさんの司会でいよいよショーが始まった。さすがシンガポールの高田純次、台本なしのアドリブだけでステージを盛り上げるが、会場を見渡しながらマヤはあることに気づいた。ワンレイさんの盛り上げにも爆笑は起こらない。マヤは思った、少しでも笑ってもらえれば。でも言葉もわからない自分にそんなことができるのか。まもなく出番、マヤはアーロンさんの奥様から借りた衣装に着替え、精神を集中。手分けでもなく現地の少女と何やら話し、手にメモ。これが後にミラクルとなる。面白そうな人のステージが終わり、次は Are you ready? Yes. No, you got to prepare everything.受けるのか。笑わないシンガポールの人たちに、地獄からよみがえった死者たちに。好不好？现在我们的最热烈的掌声 ，From Japan， 来自日本的美女小绿麻耶。何やるんだろう。来个掌声，这里。嗨。大家晚安。跳舞，来个掌声起来。我的名字叫玛雅。来，掌声鼓励鼓励，好不好？盛り上げて。盛り上げて。見て見て。まだ自己紹介だけ。勝負はここから。さっき書いたメモを見て。ワンレイ。いや、ワンレイ。いやいや。エンダオ。あ、エンダオ。エンダオ。妙に受けてる。ここでもう一発。こんなことぐらいだったが、受けたマヤはとりあえず踊ってみた。妙に受けてる。ひいき目なしでこの日一番笑いが起きたステージとなり、7分間の出番終了。お客様がどん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 楽しそうに笑ってくださるのを見て、私ももっと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 っていう気持ちになって、今までの社会人生活で最もいいパフォーマンスができたのではないかというふうに思います。やっぱり人と触れ合うって、他の国の文化と触れ合うってすごく素敵だなって思いました。最後までけなげキャラ、今日は本当にありがとうございました。乾杯。
一皮も二皮も剥けた自分に出会い、そして真に価値あるお賃金をいただいた。